時ゆうのダラダラゲームチャンネル。こちらはボルト88からの緊急通信信号です。認証コードインピッシュ。ボルト88の緊急事態区分、詳細不明の整合性妨害。ボルトテックの職員は緊急時プロトコル VT76 に従い対応してください。信号は繰り返されます。こちらはボルト88からの緊急通信信号です。認証コードインピッシュ。ボルト88の緊急事態区分。ボルトテックの職員は緊急時プロトコル VT76 に従い対応してください。信号は繰り返されます。こちらはボルト88からの緊急通信信号です。認証コードこれだけの放射能の中では長くは持たない。ボルト88の緊急事態区分、詳細不明の整合性妨害。ボルトテックの職員は VT76 に従い対応してください。こちらはボルト88からの緊急通信信号です。認証コードインピッシュ。ボルト88の緊急事態区分、詳細不明の整合性妨害。ボルトテックの職員は緊急時プロトコル VT76 に従い対応してください。信号は繰り返されます。こちらはボルト88からの緊急通信信号です。認証コードインピッシュ。ボルト88の緊急事態区分、詳細不明の整合性妨害。ボルトテックの職員は緊急時プロトコル VT76 に従い対応してください。信号は繰り返されます。こちらはボルト。
ボルトの扉は直に核攻撃されても耐えられるように作られてる。勝手に出入りしようなんて馬鹿げてる。おい、今すぐ出ていかないと後悔することになる。あの女だ。まだ無駄なことをする気。なりそうなところだったのに。前回話した時、身の上話で死ぬほど退屈させていなかったらいいんだが。ボルトテックはこの破壊行為を許さない。いや、あんたにとって重要なら俺にも重要だ。ありがとう、本当に感謝してる。実際のところ、ここではお前が最も家族に近い存在なんだ。一緒に旅していると気持ちを打ち明けるのがどんどん楽になっていくのがわかる。とにかくどれほどお前との友情が大切なのかを知ってほしいだけだ。これからもずっと親友だ。その言葉を聞き飽きることはなさそうだ。忘れるな。何か必要なら必ず知らせてくれ。大丈夫か？ああ、なんだい？戦利品の分配か？ピップボーイを持ってるの？待って、ボルトテックの人なの？やっと助けに来てくれたのね。お願い、瓦礫の山で身動きできないの。私を助けるためにはワークショップを操作可能にする必要があるの。まずはロックダウンを解除して原子炉室に行くのよ。つなぐのは難しかった。もしまだ生きてるなら、ドクター・ブラウンに。異常なし。時間を有効に使ったと伝えて、偉業を成し遂げる時が来たわ。
しいわ。ボルトテックワークショップを使うには制御盤を機能させないと。緊急時には原子炉室にしまうことになっている。そこを探して必ず見つけるのよ。人とは違った。ピップボーイを持ってるけど明らかにボルトテックのものじゃないわね。ここで何を、どうして助けに来たの？ボルトテックの無線標識を聞いてきたんだ。侵入者たちがメインドアをこじ開けようとして発動したのね。今さら本当に答えてくれる人がいるとは思わなかった。私はバレリーバーストを、ここボルトで監督官になるはずだった。それよりとにかく一緒に来て、提案があるの。厳しい200年だった。私の自慢となるはずのボルトを案内していたの。そうしたら地震が起き、建設作業員は私のようには行かなくて。ただ彼らから危害を加えられたことはないわ。もしかしたら楽にしてあげた方がいいのかも。やるべきことをして。バレリー、かわいそうな人たちをそろそろ楽にしてあげた方がいい。終わるまでここで待ってる。かわいそうな人たちを。そろそろ楽にしてあげた方がいい。
そろそろ楽にしてあげた方がいい。掘ろうとしてみた。あの制御盤で全て変えられるはずだった。でも瓦礫があまりにも多すぎてどうにもできなかったの。でも仕事が支えになった。どうぞ。この書類に囲まれているのが私のライフワークよ。あなたにも見せてあげる。ドクター・ブラウンから重要な仕事を任されたの。社会を作り変えることができる数々の試作品と、まあその実験を。でも見ての通り、計画通りにはいかなかった。実験というのは？コミュニティの効率と健康を向上させる独創的な機械よ。もちろん試作品であって、設計上の問題がいくつかあるかもしれないけれど、頑張れば直せる程度のはず。ドクター・ブラウンというのは何者だ？ドクター・ブラウンは社会保存計画のリーダーで素晴らしい科学者よ。そしてもう死んでるでしょうけどね。それで？ここは信頼できる職員と科学者ばかりの広々としたボルトになるはずだった。こんなことになったけれど、まだ可能性はある。一緒にやってくれない？パートナーとして。こっちの役割は？あなたが優位な立場であることは認めるわ。ボルト管理における日常の基本的なことは私がやる。どんな希望にも応じるつもりよ。あなたは試作品の実験を担当してくれるだけでいい。ああ、いいだろう。よし、素晴らしいわ。監督官のデスクが用意できるまでは始められないわ。実験を取り行うにはデスクのターミナル内にある情報が不可欠なの。ボルト88の未来はあなたに任せる。なんだか信じられない。自分の監督官のデスク、ついに手に入れた。
やデスクのターミナルに必要なものが全部入っていることを確かめないと。デスクのターミナルを調べさせて。すみません。そのお願い、わがままを言わせて。ずっと待っていたから。でもぼんやりしてられない。仕事があるの。このボルトには特定の居住者が集まるはずだった。臨床試験を行うには完璧な被験者が必要よ。完璧な被験者に必要な条件は？ある程度の健康と、それに正確なベースラインを得られるような人よ。それとある種のリスクを負う気があるものでないといけない。実験台を探すとしよう。ボルトテックの手引き書では監督官はその言葉を使うべきでないとしてる。どんな場合もボルトの無線標識を起動させて。地上の人々はこのボルトに住むためなら何でもするはず。噂が広まるまでの間、今のうちにボルト88を見て回るといいわ。瓦礫を取り除けば建物の別のセクターに行けるかもしれない。無事な材料や設備があれば実験に使えるかもしれない。
使えるものはあったか？動力源がないと動きそうにない。
程度。運ばせないでくれ。始末しろ。